はい、皆さんこんにちは。ゆか自転車代表の三木蔵でございます。いつもチャンネルご視聴いただきありがとうございます。どうこれ新しいでしょ、マットの上からみたいな。いや、クンダリーニヨガの倉田麻衣子先生です。よろしくお願いします。そう、前回前々回と麻衣子先生って一体何者みたいな動画を2本撮らせていただいております。それリンク貼っておきます。でその中でクンダリーニヨガのことをね、根掘り葉掘り聞いて多分話だけじゃ伝わらないなと思ったので、うん、一旦ちょっと5、6分の中体験レッスンみたいなのでやっていただきたいと思います。はい、はい、じゃあやります。はい、やります。はい、ありがとうございます。お楽しみに。バチバチ、ミキゾは来てます。はい、よし。じゃあ皆さん、あれですね、ちょっと短いクラスなのですが、クンダリーニヨガ、この間の別のライブの時にもお話ししたように、アーサナポーズを取るヨガじゃなくて、どん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 体を動かしていくヨガで、特徴としては呼吸は鼻から吸って吐いてを強くなんですね。だから強い呼吸をしてもらうのと、あと動く中で目を閉じて動いていく、目開けちゃうと意識が外に向いてしまうので、できるだけ内観視、自分の内側に意識を向ける。それとチャンティング、ね、この間もハーって、三木蔵がのハーって言うよねって言ってくれたので、今日は HAR、 ハー、ハーリっていう言葉を使って動いていきます。で、ちっちゃい声でもいいので少し声出してもらって、短い時間ですが無理なく、でマットとかないよっていう人もマットなくても床でもできるので、ぜひやってみてください。で、ちょっと最初だけ、最初クンダリーニヨガってクラスのスタートに、オンナモグルデーブナモっていうチャンティングって言われるものを言ってからスタートするっていうのがあるので、これもせっかくなのでちゃんとするので、聞いててもらってもいいし、もし一緒に行ってみようかなっていう人はぜひ言ってみてください。はい、ただ本当5、6分でちょっと軽くやります。ただ両方の手、膝の上、親指、人差し指つけたら残りの3本伸ばして、軽く目を落として、少しずつ意識を自分自身の内側に向けていく。 So start tuning into yourself and focus on you。 おへそのあたり引き上げていき、背骨が伸びて、で真ん中軸を感じていく。自分自身の真ん中一本の軸が感じられたら、外側リラックスした状態で、意識を過去や未来ではなく今、この今という自分自身につなげていく。目を閉じたまま一呼吸したら、両方の手胸の前で手のひら合わせていき、クラスのスタッチチャンティング、オンナモグルデーブナモ3回唱えていきます。両方の手胸の前で止めて、鼻から吸って、口から吐いて、次の吸う息からオングナモングルデーワナモオングナモングルデーワナモオングナモングルデーヴァナモ。鼻から吸って、口から吐いて、そのまま両方の手膝の上に持っていき、目閉じたまま上半身を大きく回していく。吸う息、吐く息、できるだけ強くしながら、背骨、背中を大きく動かして、こう硬くなっているところ、それからももの付け根とか背骨、背中、何か滞ってるな、詰まってるなっていうものを出していく。もう一呼吸したら反対回りに切り替える。反対回りも少し手で大きく、足をして構わないので大きく上半身動かして、最後一呼吸したら真ん中戻ってきて、そのまま両方の手肩に持ってって肘持ち上げる。目閉じたまま吸う息で左にツイスト、吐く息右にツイスト。目閉じてできるだけ強い呼吸しながら、体の横のラインに滞っている詰まりを出していく。クンダリニの効果の一つはクレンジング、浄化です。ね、内側に滞っている、溜まっている、いらない感情とか、あと老廃物とかもどんどん強い呼吸と一緒にリリースする。
最後一呼吸したら真ん中止まって、その場で大きく吸って、大きく吐いて、両方の手ほどいて、足ほどく。ただそのまま膝曲げて、手で床をしながらお尻持ち上げる。両手を前で指先組んで、人差し指前。ただこのまま膝伸ばして、立てるところまで立っていって、は、下ろして、はーり。きつかったら半分まででいいので、はー、はり。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 あと2回。はー、はり。最後。はー、はり。そのまま指先床について、足の間調整しながら両手胸の前、肘で膝を押しながら、これ目を閉じて鼻から強くお腹をパンプする。後ろに吐く息グッて引き上げて、吸う息前に出す。火の呼吸。これも一個のクンダリーニの特徴的な、呼吸法になります。体の内側をどんどん熱くしていく。目を閉じて鼻から強く出す。鼻から吸って、その場で吐いて、その両方の手床、お尻を下ろして足前にほどいたら、足後ろに下げて四つ倍になる。四つ倍10分パー開いて、肩の真下に手のひらで、これきつかった膝床のままでもいいので、いけそうだったら膝持ち上げてプランクの状態。ここが、は、ハーリーで膝を開いて、これ足スクワットの状態にする。お腹力入れて、は、ハリ。はー、はり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 。あと2回。はー、はり。最後。はー、はり。そのままプランクに戻って、両方の膝床。お尻後ろに下げていき、一呼吸チャイルドポーズで休憩する。おでこ大地に下ろしていき、一回口から開きます。鼻から吸って、口から吐いて、少し頭の中の忙しさ、ざわざわした感覚を大地にリリースしていく。最後一呼吸したら、そのまま重心前に持ってって、お腹床に降りる。ただそのまま背中床にコローンと寝っ転がる。寝転がったら両膝胸で左右コローンコローンと転がって、ただこれ最後、ストレッチポーズという、体幹をすごく強化してくれる。自分自身の軸を強くするポーズになります。これやってから最後終わりにする。ただ、頭、肩、胸、足を床から15センチ持ち上げる。きつかったら片足下ろしといていいので、大丈夫な人はここで目閉じて、さっきやった火の呼吸、鼻から強く吐いてお腹パンプする。プレスオンファイヤーどうぞ。鼻から吸って、その場で吐いて、もう一回吸って、全部ほどいて、ただ軽く目閉じて、一番体の力が抜けるところで、ちょっと1分ぐらいですね。一呼吸整えるように、ミッシャバーサナとっていく。最後もう一呼吸したら、指先つま先動かして、体の起きる準備していき、両手頭の上で足前に伸ばして、縦に一回大きな伸びする。吸って縦にぐーっと伸びて、で口から吐いて、両膝胸に引き寄せてきて、そのまま真ん中、手のひら、足の裏こすり合わせていき、体の内側の神経系を活性させていく。両手ももの裏で前後ろコロンコロンと転がって最後体を起こしてきたら最後両方の手胸の前で軽く目閉じてクロージングのチャンティングさーっとナムで終わりにします。鼻から吸って一回口から吐いて次の吸い息からさーっとNaa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 
今日はくなりにょうがミニクラスご参加いただきありがとうございました。さっなん、ありがとうございました。